ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりましたキックオフサイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめサインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。サッカーが好きな人はもちろん、サッカーにあまり詳しくない人でも楽しめる番組です。それではまずはこちらです。ハイライト J3 リーグ第24節、ガイナーレ鳥取は FC 岐阜とアウェイで対戦しました。スターティングメンバーはこちら。増谷、長谷川が外れ、鈴木と丸山が入りました。グレーのユニフォーム、ガイナーレ鳥取は前半5分、田中から重松へのパス、重松のシュートはネットを揺らすことはできません。前半24分、岐阜のコーナーキック、丸山が頭で軌道をずらすも岐阜が押し込んで先制します。前半28分、岐阜がゴール前に入れたボールに飯泉が対応、しかしボールはゴールに吸い込まれてしまいます。前半終わって0対2、岐阜の2点リードで折り返します。後半10分、ゴール前に入れたボールを落ち着いてシュート、糸原は逆を突かれ止めることができません。これで0対3とガイナーレ突き放されます。なんとか追いつきたいガイナーレは後半18分、田中のシュートはクロスバーに当たりながらもゴール。田中の今季初ゴールで1点を返します。しかし反撃もここまで、ガイナーレ鳥取は1対3で敗れました。ガイナーレ鳥取の第24節終了時点での成績は8勝7敗9分け、順位は暫定12位となっています。スタジアムではこちらも楽しんでくださいね。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホーム、アクシスバードスタジアムのグルメエリア、チーズデリ。ご飯物からスイーツまで様々なメニューが揃っています。さあ今回紹介するお店がこちら、龍鳳でございます。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はい、いつもお世話になっておりますが、こちらこそまたまた来ました、はい、こちらでおすすめのメニューをちょっと教えていただきたいんですけれども、はいはい、今回はラーメンを。ラーメンはいろいろ種類があるんでしたっけ？そうですね、塩ラーメンをベースに、チャーシューラーメン、味玉ラーメンというようなメニューを準備させてもらってます。なるほど、その中から今回ご紹介いただくのが、はい、もう定番の定番、塩ラーメンです。いいですね、はい、もうシンプルに龍鳳さんのこの美味しさをダイレクトに味わえる商品ということですね、はいはい、塩ラーメンなんですけれども、どういったところにこだわりがあるんでしょうか？そうですね、鳥取県産の鶏ガラ、もみじ、鶏皮などからスープを。なるほど。まずは器に塩だれと鶏肉から抽出したチー油を入れます。
そこに鳥取県産の鶏で出汁を取ったスープを注ぎます。しっかりと湯切りをした麺を盛り付けます。自家製の手作りチャーシューとネギをのせれば塩ラーメンの完成です。すすった時のこの鶏の香りがふわっときますね。こんなに見た目はスープが透き通っていて、食べた感じもすごくあっさりしてるんですけれども、もうね、鶏の旨味とかコクがしっかり感じられるんです。麺もつるっとしていて、そのなんかコクのあるスープをしっかりこう口に運んでくれてますね。つるっといけますよ。ラーメン店でいただくこの美味しいラーメンをこのスタグルで味わえるわけですよ。たまらないです。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回は高間亮太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京都出身、拓殖大学卒業と同時に今シーズンからガイナーレ鳥取に加入しました。第13節のカターレ富山戦で J リーグデビュー。初出場ながらファインセーブを連発しました。スタメンだと言われた時はどんなお気持ちでしたか？明日スタメンねって言われるのは、前日のホテルのボードに明日のスタメンがパッ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 ってあるんですよ。それでやっと確定みたいな感じです。ああ、やっぱ出るんだっていう感じなんかちょっと嫌そうですね。嬉しかったです。あ、出れるって思ったんですけど、まさか1年目でデビューできるとは思ってなかったんで、やっぱキーパーっていうポジションなんで、あんまりこうコロ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 変えるポジションではないので、やっぱ今年1年は厳しいかなっていうふうに思ってたんで、けどまあここでデビューできたんで、まあ自分的にはすごいいい経験に、1年目からデビューできたのはすごく財産になったのかなっていうふうに思います。以前はこう髪の毛を赤く染めていましたが、そうですね、はい、なぜですか？大学の時に染めるの禁止だったので、プロになってまあいろいろな色にチャレンジしてみようかなっていうので、いろいろ試してました。熱くプレーをしたいっていう部分があったので赤に染めました。そして今はもう丸刈りと言いますか。そうですね。はい。またそれはなぜでしょう？これはもう高校3年間ずっと坊主で、もう一回一からやろうっていうところで気合い入れの坊主にしました。高間選手、道具へのこだわりはありますか？試合用のグローブは、まあ、僕1試合しか出ないんですけど、前半後半で変えたりとか、まあ、それはこう前半と後半で気持ちを切り替えるっていうのもあるんですけど、やっぱ汗かいたりピッチ濡れてたりするとびちょびちょになっちゃうんで、グローブは持っていきますね。試合の時には6個とかも、カイト君とかはもっと持ってってるんで。なんか手が大きいイメージがあるんですけど。いや、僕ちっちゃいんですよ、手が。あ、本当ですか？はい。ちなみに僕と比べてみてもいいですか？あ、僕の方が大きいかも。なんならちっちゃいんですよ。あ、そうなんですね。はい、結構キャッチングって結構手が大きい方が、そうなんですよね。だから有利に思われがちですけど、やっぱ海外の教え方だとこう三角キャッチとか言われるんですけど、これだと海外の選手は手が大きいからキャッチできるんですよ。けど日本だと日本人とか手ちっちゃいんで、こう W にしたりとか、こうキャッチの種類にもたくさんあるんですよね。だから教え方もすごいいろいろあって面白いなっていうふうに思いますね。サッカーを始めたきっかけなんですか？地元の友達に誘われたのがきっかけですね。何歳の時ですか？小学校3年生ぐらいからですね。フィールドやってたんですけど。
なぜキーパーをやろうと思ったんですか？太ってたからです。太ってる人キーパーになるんですか？そうですね、太っててあんま動けないんで、まあ、ちょっと体も大きくて、もうキーパーやってみるよって言われて、まあ、多分普通に走れなかったからキーパーやらされて、まあ、今思いはありがとうって感じですよね。小学生からやってるキーパーですけども、キーパーの面白いところってどんなところですか？なんでキーパー始めたのって言われた時に言うんですけど、自分がシュート決めることよりも止めて相手のチームが悔しがってるとか、相手の選手が悔しがってるところを見るのが好きだったんですよ。でもちょっと性格悪いんですけどそれでちょっとキーパーになりました。キーパーの楽しいなこれって思いましたね。以前糸原選手がキーパーは変わり者が多いと言っていたんですけど、どう思われますか？いや、まあ多いんじゃないですかねそんな高馬選手の変わり者エピソードを同じキーパーである糸原選手が以前語ってくれていました。あ、変わってるので言うと、りょうたとかコーマーはきついトレーニングしてるのめっちゃ楽しそうなんですよ。しゃ強くなりましたみたいな感じなんで、すごいなとは思うんですけど。きつい練習が好きなんですか？きつい練習が好きというか、なんなんですかね。高校時代が一番きつくて、高校の時夏合宿っていうのがあるんですけど、もう走り合宿みたいな、一番驚異的だったのは山道を 42.195 キロ、フルマラソン走ったんですよ山道を多分もうあれよりきついこと経験することないなっていうぐらいきつくて、でそこが基準になっちゃったんで、なんかゆるいと、いやもうちょいやんなきゃダメかなみたいな、自分もうちょいちょっと体を追い込まなきゃダメかなみたいな感じになっちゃうんですよね。スカイドアレの練習まだまだ全然、いやいやいやそんなこと言ったらもうジョンダルさんがもう気合入っちゃダメです高馬亮太選手の素顔情報ファイルしました。ここからは私、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など、選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、野人プロジェクト新御礼品登場。ガイナーレ鳥取では7月14日より2023夏野人プロジェクトの受付を開始しています。野人プロジェクトは J2 昇格を目指して戦うガイナーレ鳥取の戦力強化を目的としたプロジェクトです。趣旨にご賛同の上、ご支援金をお寄せいただいた皆様にお申し込みの種別に応じた御礼品をお送りいたします。集まった資金から経費を差し引いた部分をチーム強化資金として活用させていただきます。その野人プロジェクトに新しい御礼品が加わりました。一つ目は大栄メロン朱色の宝玉、大山山麓の豊かな土壌で育てた赤肉メロンで、その果肉はまさに朱色に輝く宝玉のような鮮やかさです。2021年度に登録されたばかりのプリモレッドという新品種で、プリモはイタリア語で1番目のといった意味があり、ひときわ輝く赤肉メロンになってほしいという願いを込めて名付けられました。果肉はしっかりとした食感で、芳醇な香りと甘さが口いっぱいに広がります。ぜひ一度味わってみてください。そして2つ目はシャインマスカットと大栄メロン朱色の宝玉の詰め合わせです。ブドウの女王と言われるシャインマスカットと色鮮やかな赤肉メロン朱色の宝玉を贅沢に詰め合わせました。どちらも9月24日日曜日締め切りで、限定100セットとなっていますので、お早めにお申し込みください。その他にも食の都鳥取県にふさわしい御礼品を多数取り揃えております。ご家族やご友人と楽しんでいただくほか、大切な方への贈り物としてもご利用いただけます。皆様のお申し込みをお待ちしております。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。
2023明治安田生命 J3 リーグ。ガイナーレ鳥取の次の試合は YSCC 横浜とアクシスバードスタジアムで対戦します。9月9日土曜日午後7時キックオフです。みんなで応援しましょう。さあ、ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、躍動山陰サッカー。7月15日 JFA 第14回全日本 U15 女子フットサル選手権大会島根県大会が開催されました。参加したのはスペース岩見 SC とディオッサ出雲 FC ユースの2チームです。中学生年代の女子がサッカーをする環境はあまり整っていないのが現状で、そのため小学生でサッカーを頑張っていても中学生になってサッカーから離れてしまう女子がいるといいます。そんな中行われたのが今回の大会です。試合は開始早々白のユニフォームディオッサ出雲が立て続けに2点を決めます。しかし赤のユニフォームスペース岩見も反撃。そして前半10分、リオッサ出雲が1点を追加して前半終了。1対3で折り返します。後半もリオッサ出雲が畳みかけます。1対4と突き放しますが、スペース岩見も負けじとゴール。点差を広げさせません。しかし更にディオッサ出雲が追加点を決め試合終了。ディオッサ出雲 FC が優勝、スペース岩見 SC が準優勝となりました。まあ、試合通してどうでしたか？いや、なんか先制点を取ってからなんかガラッと空気が変わって、まあ、点もたくさん取れたので良かったなと思いました。試合中何か意識してたことってありますか？声を出して、フィールドに一回やりやすいように試合ができたらいいなと思ってました。本当に4種の各チームで、いい女子選手がたくさん出てきて、でそれが中学校でもサッカーを続けてくれてるっていう環境が徐々に出来上がってきつつあるので、本当に島根の女子サッカーのレベルが上がってるなと感じます。中学生女子のサッカーがもっと盛り上がるように応援していきますよ。今年6月から7月にかけて島根県各地の会場で JFA 公認B 級コーチ養成講習会が行われました。これは監督やコーチなどのサッカー指導者を養成するためのものです。ライセンスを持っていなくても子どもたちのコーチをすることは可能ですが、講習会で学ぶことでより質の高い指導をすることができるのです。JFA の指導者ライセンス制度を簡単に説明しますと、 D 級から S 級までランクがあります。 B 級ライセンスを持つと国体チームの監督をすることが可能です。 A 級は JFL の監督、そしてプロの監督をするには S 級ライセンスが必要となります。講習会は前期6日間、後期5日間、試験3日間の日程で行われます。
6月から7月の前期日程には講義と実技がありました。講義ではサッカーの基本戦術やコーチングのやり方などを学びます。で、何のためにコーチングするのかですけど、まあ、もう一番効果あるのはですね、選手が生き生きと成長すること、上達すること。コーチとしての心構えの他にこんな豆知識も。まあ、そもそもですけど、出しちゃいましたけど、コーチの語源ですが、コーチは、まあ、ハンガリーのポチっていう町が、馬車の生産がとても有名なところだと思います。そして実技では、実際に学生を指導してコーチングの技術を磨くのです。オッケー、こっちから出します。2番の選手、今いいタイミングで裏取ろうとしたよな、そういうプレー大事にしよう。今回の講習会に参加したのは、島根県内のチームに所属している指導者など8人です。いい体の向き作って、速いパスで広い方行くのか、これもうちょっと意識しよう。教わっているのは出雲工業高校のサッカー部員たち。また別の日の講習会では松江南高校のサッカー部員が参加。このように講習会には地元の高校生たちが協力してくれるのです。実践した後はチューターと呼ばれる講師や受講者とディスカッションなどを行い、指導の質を高めていきます。前期で仲間と共にやりきったっていうような達成感はあります。後期に向けて、もっとさらに自分を成長させて、このこうチャレンジして美意気を取ったっていうことを、まあ、子どもたちに伝えて、そのチャレンジする大切さとかも伝えていきたいですし、習ったことを子どもたちに還元できるように後期も頑張りたいと思います。前期を終えて、自分が思っていた通りにできない歯がゆさと、でもこうすればよかったと思うことが非常に多く、なんか悔しい期間を過ごしたなと思ってます。まあ、後期に向けて自分自身のレベルアップをすることで、自分が思い描いた通りのトレーニングができるようになりたいなと思っております。来年1月に行われる試験に合格すればライセンス取得となります。ここでお知らせです。キックオフ参院では皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらには可愛いちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフ参院の番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、キックオフ参院。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。